ちょっともう一ついいですかえー、っとね、ちょっとあの、いや、猛暑、猛暑言ってるんですけど、ヨーロッパ時間で、えー、っと火曜日あたり、ちょっと見てみますと、火曜日4時、朝4時ですね、見てください、このスイスとかオーストリアとか、この辺ですね、山沿い、4度とか出てます。そしてマイナス2度、マイナス5度、<laughs> マイナス6度、<laughs> 嘘でしょ、なんだこりゃ。 うん。やばいですよ。マイナス4度。まあ山だからね。でも8月ですよね。異常です。スイス全体的に10度以下です。全体的にスイスが10度以下。これどうなってるんだこれは火曜日8日の様子なんで、これ異常すぎるんじゃないですかね。ちょっと。さすがにやばいんじゃないかなって思います。うん。で、ちょっとこれは雨雲の予想なんですが、ちょっと見てみたいと思いますね。 えー、雨雲の予想とかちょっと見てみると、えー、ちょっと待ってくださいね。本当ね、異常ですよね。この寒さ、もし洪水が発生したら、ほら、雪のね、ほんとおかしいでしょ。雪ですよ、雪。うん。雪の予想まで出てしまってるっていうね。うーん。どうなってるんだっていうね。これはどこなんだ、一体。これはスイスか。スイ、あ、オーストリアとかスイスの山沿いで。 あの、ちょっと雪がね、降るんじゃないかみたいな予想になってますよ。もうどう、どうなっちゃってるんですかねあの、あまりにも、ちょっとおかしすぎるなって思います。うん。さすがにちょっと異常じゃないですかね。うん。いやいや、0度マイナス1度。マイナス5度うん。マイナス5度ですよ。この火曜日。火曜、この辺、この辺ですね。 いや、おかしいですね。ちょっとね、山、山だ、山なんですけども、一応そういうふうに予想されてるんですよね、今のところ。うーん。どうなってるんだって。今日、ベルリンでもね、あのー、今天気観測ずっとしてますけども、もう晩秋、完全にもう11月、えー、12月の頭、11月のあたりのね、もう晩秋の感じで、もうやばいですね。うん。